はい、こんにちは、ブルーホスです。いつも質問に答えながらじゃない、人生相談ですね、乗りながらやっていきましょう。その前にここで構えているニコライにドカー、どうなったかな。平気、何喋ってんだろうね、あれすごい気になる。まあいいや、やっていきましょう。あ、ガチの来たね。今住んでいるマンションをめちゃくちゃ気に入っているのに立ち退きの連絡が来て困ってます。耐震設計の基準を満たしていないから壊すそうです。しかも入居する前から耐震設計の鑑定結果が出ていたそうです。これは何らかの指示が取れますか、ということなんですが、これはね、まあもうどっかのパートでも話したことあるかもしれないけど、法律的な話に関しては僕に言っちゃダメだよ。ありとあらゆるね、法律系をね学んじゃいけないっていうことが大学時代に証明された男なんでね、っていう話はまあ置いといて、知っている話でいくと、多分ここら辺の話に関しては、ここまで食らいついてきたことには敬意を要する。だが残念ながらゲームはもう終わり。オーナーさんか、もしくはオーナーさん、もしくは管理会社に連絡を取るのがいいと思いますね。で、そのいつまでに、立ち退かなくちゃいけないのかっていうのをそう聞いたりとか、まあ、それからね、多分案内の中にあると思うんですけど、じゃあ立ち退くのにあたってどのくらいのその保証とか費用が出るのかって、いずれにせよその取り壊すみたいなことがあるってことは、まあ移動しなきゃいけないっていうのも、ちょっと覆しがたい事実だと思いますんで、じゃあそれに対する保証がどのくらいあるのかっていうのを聞いて、できる限りその自分が得するための方法っていうのをしっかりと調べた方がいいんじゃないかなと思いますね。じゃないと、単に立ち退きますで、ルール従いますだけだったら、このご質問者さんのね、が損するだけになっちゃいますんで、そうならないように、まあ、注意が必要ということですね。だからオーナー会社、管理会社にまず査察するっていうのがまあいいかなと思いますね。間違っても不動産仲介の業者に聞いても仕方がないんで、そこは注意してくださいね。彼らはあくまであなたが部屋に入るまでを保証するっていうだけのところなんで、そこは注意した方がいいと思います。はい、っていうところかな。まあ、実際どうかな、なんかね、こういう話僕の知り合いなんかでもあったりしたんですけど、知り合いでもあったな。小学生の時に住んでたマンションじゃない、団地かが、なんか引っ越すから、耐震工事かなんか行うから引っ越してくださいみたいなところが、まあそれが嫌でずっと居残ってる人がいるせいで、他の住人は全員も別の場所に避難してるのに、そのなんか頑固として全然立ち退かない、クソジジイみたいなのがいたらしくって、そいつのせいで全然元の家に戻れなく、工事がスタートしないから元の家に戻れなかったっていうね、ことを言ってた友達もいましたね。どうしてだろうな。そいつちなみに僕のことを幼稚園の時にいじめてたやつなんですけど、なぜか小学校高学年くらいから、立場が逆転したっていうね。まあそんな感じです。まあそんな話はどうでもいいや。ということで二つ目の部品も取ったんで、ちょっとストップ。じゃあ次行きましょうか。はい。ブスは性格が悪くなるって本当ですか？質問をしてるってことは、意地悪なこと言うと、ご自身が不細工で、かつ、性格が悪いという自覚があるから、こう、なんか自分の見た目で、なんだろうな、性格が悪くなったっていうことを、なんかこう、保険を取りたいんですかね、っていう、ちょっと意地悪な考えが浮かんでしまうんですけど、これは、ほぼそうですね。事実としてあり得ます。なんでかっていうと、要は、ブスは性格が悪くなって、イケメンとか美女とかっていうのは、勘違いしやすい性格になるっていうのはありますね。まず間違いなく。で、これなんでかっていう話をすると、まず、性格がいい人、イケメンが性格良くなりやすいっていうのは、イケメンとか美女かが性格良くなりやすいっていうのは、やっぱ周りにチヤホヤされるからなんですよね。で、チヤホヤされていい思いをするから、人当たりも良くなったりとか、ね、自分も人に親切をできるような性格になっていくっていうところがあるんですよ。ところがブス、
チヤホヤされるもんだから、なんか自分がなんか得していることによってなんかいろいろとね、勘違いをしてしまって、なんか周りの人間は自分に尽くすんだくらいな感じで思っちゃうっていうことがあったりするんでね。まあ、そういう意味で時々間違うとひねくれた性格が出来上がってしまうっていうことは多少はあったりするっていうところかな。うん。で、一方でブスって、ブスって言っちゃった、ブサイクな方っていうのは残念ながら、特に幼き頃から、周りにちょっと存在な扱いを受けることっていうのが多いと思うんですよね。まあ僕もあんまり、ね、自分の容姿は良くないから、まあまあ、残念ながら、ね、いい扱いを受けたことがあるなっていうふうには思えないんですけど、っていうことは、やっぱり人から存在に扱われると、その周りの人に対して、丁寧にね、接しようなんていう気持ちなんかそもそも起こらないじゃないですか。うん。なので、それで、まあ人間不信になったりとか、そもそも人に優しくどう接したらいいのかっていうのがわからなくなって、性格が歪んでいってしまって、結果、一般的に言う性格が悪いというのが出来上がっちゃうので、ブスは性格悪くなっちゃうので、まあ容姿は多少恨んだ方がいいなっていうか。あって数時間ってとこだ。ならグズグズしてる暇はない。まあなんかね、まあ今ちょっと海外には行けないんで難しいかもしれないですけど、韓国なんか行くとね、安い金額でね、ちょっと顔いじるくらいのことができたりするので、そういう意味では、まあ自分自信をつけるって意味を込めて、整形するっていう人なんかも、まあ今時は増えてきてるんでね、いいんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。なんか整形するとなんか親にもらった顔を傷つけてなんだかんだって言うんですけど、結局じゃあその顔を変えることによるよって得られる幸せと、そうじゃない幸せで、そうじゃなくて得られる幸せとを比較した時にどうかっていうのを考えると、やっぱり顔変えた方が良かったなって思えるんだったら、ぜひそうされた方がいいとは思います、ね。ということでね、次行っていきましょうか。まあ、ブスは性格悪くて気をつけましょう。人に存在に扱われても、自我を失わないように頑張ってください。はい。続いてですね、今、就職活動をしている真っ最中です。どういった基準で仕事を選べばいいですか？経営理念や指針などを見て考えに共感できる会社がいいのかなと思ってます。危険です。やめましょう。経営理念とか指針とかっていうのは、その会社が自分たちはこうありたいっていう願望を書いているだけなんで、それが一番できていないっていうところなんですよ。だからお客様満足っていうことは、多分お客様のことを考えた商品を全然提供ができてないとかね、なんか我々は日々成長を目指して頑張ってますみたいなことを書いてるような企業っていうのは、頑張ることをもう諦めた会社とかねもうなんかだから、だってできてることだったらわざわざ経営理念とか行動指針に書くことってまずありえないんですよね。なのに書いてるっていうことは、それができてないってことをもうなんかもう言っちゃってるんで変わらないですよ。で、だからまずはなんか今時はなんかね、とあるホテルだったかな、ホテルの社長とか専務とかと話す機会があって、今時は自分たちのなんて言ったらいいんだろう、ワクチンの生成を始めます、素材をセットしてください。そう、自分たち面接をするときに自分たちの理念に共感してくれるよ、共感しましたって言ってくれる、まあ、学生さんを採用するみたいなこと言ったりしてるんですけど、でも、まあ、採用する側からするとそう言ってくれる学生さんってね、すごい貴重な存在だからいいなっていうふうに思うかもしれないですけど、学生の立場からするとそれってすげえ危険なんですよ。だって会社ができてないことだからね、行動指針とか経理に掲げてることっていうのは、まあ意識しましょうっていうことなんですけど、結局はまあできてないからそれを書いてるってだけで、だからやたら行動指針が多い会社とかっていうのは、やること意識が散見されてしまうんで、できてないことだらけで、多分そこは若手の離職率とか高いっす、うん、できてないのに上がなんか細かいことをいちいちうるさかったりとかっていうね、ことが結構あったりするんで、うん、そこは気をつけた方がいいかなと個人的には思ったりしますね。あ、じゃあ間違えた。
早いんだよね。じゃあどういう考えでその会社のを基準で選んだらいいかって言ったら、もう新卒だったらね、もうなんかなんだろうな、今思えばだけど、まあ、多少苦しいしんどいこととかあったにあるにせよ、まあ、給料で選んでいいんじゃないかなって思うんですけどね、うん、なんかこうこういうことをやって生きていきたいとかね、稼いでいきたい、人生捧げたいみたいな仕事を転職的なことに気づに出会えるんだったら、そういうので選んだらいいと思うんですけど、たかだか20代とかで自分が生涯かけてやりたいこととかっていうのを、まあ一発目でその入る会社が転職だみたいな感じで見つけるのって、まあほぼ難しいと思うんですよ。僕だって未だにそうだし、うん。ということを考えたら、まずはそのね、人生長いですから、うん。お金は手元にあった方がいいっていうことを考えて、いろいろと稼げる仕事をからまず入ってみられる方がいいんじゃないかなと思いますけどね。うん、まあまあそうね、金で人生選ぶなよみたいなことを綺麗事を言う人いると思うんですけど、結局心のゆとりってある程度収入によって左右される部分はあるんで、まあその体壊す、めちゃくちゃ稼ぎはいける、体壊すくらい忙しいみたいなことだったら意味がないけど、それは本末転倒になるんですけど、まあまあ、手取りで25を超えられるくらい の仕事で、まあ、入れるんだったらそこそこいいんじゃないですか。25ってことはまあ30万確実に超えてくると思ってね、額面上は、うん、そっからまあ社会保険だとかね、税金だとかって抜かれていって、まあ、残る金額は25くらい、で、まあまあそのくらいのお金が稼げるんだったらいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあそういう基準で、職業を選んでみられるっていうのはいいんじゃないかなと思ったりしますけどね。はい。あとは何だろうな、僕が今から選ぶんだったら、人間関係がめんどくさくない。だから言ってもね、面接中はね、いろんなその社員の人たちっていうのは猫かぶっている人たちばっかりなんで、結構めんどくさいですね。見抜けないというかね、いい顔するくせにね、結果めんどくさい上司だったっていうケースは往々にしてあると思います。ここなんで、まあシンプルに分かりやすい報酬と、あと福利厚生、あ、そうそう、あ、そうだ、多分これワクチンの開発、これとこれは生成できるんだっけ、あ、使われるやつ、今から選ぶならその給料の高さと、あと僕は福利厚生の中で家賃補助が出るところを選びますね。大手なんかほとんど出してるところが多いと思うんですけど、中小だったらそれがないんですよ。やっぱり家賃で、まあ2万5000円とか、あるいはすごいとこだったら5割プラス1万円出しますみたいな会社とかもあったりするんですよ。それ結構でかいんで、やった方がいいっすよ。選んだ方がいいっすよ、そういう会社で、と思います。思いますね。僕が今選ぶんだったら、もちろん仕事の内容とかね、勤務時間とか勤務場所とかいろいろ選ぶその要素はあるんだけど、あれやけど、まあ選ぶなら家賃補助あるところ選ぶから、やっぱ住むところはだいぶ重要と、なんかそんなところかな、うん、ということで、家賃補助と給料、これでいきましょう。はい、じゃあ次いきましょう。現在大学1年生です。今これといって趣味のようなものはないのですが、ブルーホースさんが学生ならこれをやっといた方がいいというものはありますか。なんだろうね、体験系って言ったら、うわ、体験系って言って分かるかな、まあ旅行とか、まあ、それこそいろんなところに出歩いてみるみたいな経験はやった方がいいと思います。お金稼ぐとかは、まあ、そういう経験ももちろんやった方がいいかと思うんですけど、お金を使って物を買うというよりは何か体験するっていうことをやった方がまず間違いなくいいと思いますね、うん、それが後々生きてくるんで、そう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 、
あれ間違った。忘れちゃった。違うね。あれちょっと待って。あれこれ何だったっけ？違うね。ああ、出た。ヒット入ろうかっていうところなんですよね。だから今僕だったらあのバイトしたお金とかはもう全部旅行代とかにつぎ込んでいくから、で絶対やっちゃいけないの自己啓発系だね。僕はそこに本とかセミナーとか突っ込んだけど何の意味もなかったんで、マジで。だから自己啓発とかはもうあの本当にメンタルがあのやばいやつとかは言った方がいいと思うんですけど、それは絶対やらない方がいい。は全くのもいいんだって考えたらメンタル健全な方がいいかなとかと思うんですけど、うん、あれあの心が弱い人たちみたいな暇につけ込む商売って個人的にはもう今は思うんで、まあ多少ねバスケのコーチやってるところとかであの重要なことかなと思うんですけど、あとはあのなんだろうな、習慣になるようなことをあの始めといた方がいいですよ。例えば筋トレとかランニングとかみたいな体を動かす系だったりとか、そういうのはあのやっといた方がいいかな、うん、あの大人になってからね何か新しいこと始めるっていう結構能力いるんですよ。マジでパワーがいる。僕今筋トレとか YouTube とか毎日やってますけど、やっぱり隙間時間とか見つけるの結構大変だったりするんで、で始めるまで結構やっぱりねあの何年かかったりとかあねしたんで、そういうのを考えると学生のうちに大人になってもずっとやり続けたいなって思うことがあるんで、ああやり続けたいなっていうことをなんかずっとね思ってた方あの作ってた方がいいと思うんですね。それが僕だったら今は YouTube とか筋トレなんだけど、それをもっと早いうちに見つけとけばとか やり始めてればよかったなと思うんですね。特に YouTube なんで YouTube と筋トレをね組み合わせしてたら、今だったら山沢さんとかアクトレブログとかグレートサイヤマンとか、あとはあの山本義則さんのねあのバルカップの バルクスかのチャンネルなんかっていうのはすごいねバズったりしてるんで、それをね学生のうちからやってたとしたら、まあ、もっともしかしたらそういう道で生きていけたのかなとも思ったりするんでね、まあそんなところですかね。だから、まとめると体験に関するまあ、体験だから旅行とかそういう体験に関する時間をいっぱい作るっていうことと、あとはまあもう一つは大人になってからも続けられるような趣味っていうのをあの何か始めておいた方がいいかなというふうに思いますね。まあそんなところかなというふうに思います。ということで、もうここまで来たんで、次回パートで終わりだと思うんですが、一旦はねあのこの辺で区切って終わりたいと思います。ということで本日も人生相談、最後までご視聴ありがとうございました。また次回パートでお会いしましょう。バイバイ。